あ、今日私なんか張り切って張り切ってなのか分からんけど、オレンジ色の服を着てたりします。リハとかもずっとこれでやってました。よし。やあやあやあ。今日はね、みちさんの卒業コンサートでした。ありがとうございました。今日来てくださった方も、配信で見てくださった方も、一緒に時間を過ごしてくださってありがとうございました。そう、ちょっと気合を入れるためにオレンジだった。私オレンジは多分色的に似合わないんですけどそう、ペンライトカラーとかね、オレンジなんですけど、多分なんだろう、顔とか肌とか的にオレンジの色は似合わないんですけど気合を入れるためにちょっと今日オレンジ。トラさんめちゃ可愛い、ありがとう。ねえ、素敵な一日でした。そう、パーソナルカラー診断受けてないから分かんないけど、あんまりなんだろう、濃いパキッとした色は似合わない気がしてます。でも着てる分には気合が入るので着てます。なのでちょっと色が似合ってないという意見はちょっとご遠慮ください。みーくん、くす玉ありがとう。たんたかたん、かずささん星10個、ありがとう。けんちゃん、かわいい、10個ありがとう。そう、髪型は最近私がハマってるやつにした。ちょっと外羽のハーフツイン、ハーフツインって言っても主張控えめなやつ、低めの寝かせハーフツインです。最近ちょっとね、この髪結構してるちょっと今の私のブームだから、この髪多め。ですよ。ちゃんと巻きもまだねちょっと残ってくれてて、ありがとうって感じ。なんかね、高くもっと高いハーフツインだったら、なんだろう、すごいさ、なんか
イメージ的に元気みたいな。なんかそういう感じになるんですけど、これぐらいの高さだとなんかふわっとできるので最近お気に入りです。もうこの髪型のイメージつけようかな。もうアーシャとかもこれで撮っちゃおうかな。取り終わったらバッサリ切りそうだって、でもそれはないと思う。切るならあのアーシャ取る前に切らなきゃいけない。取ったらしばらくはあんまり髪型変えたりできないので、これでアーシャ取ろうかなって言ったけど多分許可が下りない気がするので多分違います。これじゃないです。普通におろしかな。これでいいですかって言っても多分ダメだと思うので、普通におろすと思う。NG 入ると、タタ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 タあんただからね、しょうがないけれど、ずっと楽しみにしていたのに、がっかりで立ち直れない気分だし、ここでひと失敗。ビルマさん、ペンギンありがとう。ペンギン、あ、鼻歌歌えるねって、鼻歌でそう配信中に歌ってしまいそうだったのはモニカかな。モニカモニカもうこれ以上ですね。モニカ夜明けだ、させていただきました。雲上さんのポジションさせていただきました。なんか結構3期生ちゃんたちが多めの曲メンバーの構成だったからちょっとドギマギしてました。でもね、私あの好きな曲だったので嬉しかった、できて。
三期生と話せたっていっぱい話せたいっぱい話せました。嬉しい嬉しい嬉しい。そうヘッドマイクつけてね今日させていただきました。黒い衣装で、何の時の衣装だろう。させていただきましたよ。黒かりん。そう、モニカパフォーマンス初めてさせていただきました。さやか先輩って言われるのかしらって、いや、さやかりんさんさやかりんさんかな。でもさやかりんさんって冷静に考えたらさちょっとなんか面白いね普通にさ、全然何も知らない方が聞いたら、さやかりんさんってなるね。みほりんに会えたんだね。そう、みほりんに会えた。始まる前に楽屋の方に来てくれたので、いろいろ話して写真も撮れて差し入れにお団子を持ってきてくれてお餅。相変わらず可愛かったよ。みぽ、みぽ、モニカ、モニカ、もうこれ以上自分だけを全然どうする。昨日からさやかりんに一応して七並べリスタートしましたって、ありがとうございます。そう、なんかさ、七並べ、なんだっけ、合同ライブ、 SKE さんとの合同ライブさせていただいた時のカードが今もまだあるのかな、ガチャが出ててっていう話したっけ。私が全コンプリートしたって話したっけあれね、私全カード自分の集めた、引きまくって、この話したかな。うん、みほりんも髪の毛茶色になってて可愛かった。あ、もうない、あ、もうないんや、もうないらしいです。そう、それでガチャ引いて七並べのあのゲームをしたりしてた。そのガチャで引いたカードを見せようって思ってふふふふ。配信で引いてよって、それはダメだな私が、
私は過去に配信で弾いたらちょっとね、ちょっと口が悪くなってしまったことがあったので、配信では弾けんな。そう、今日ね、練り歩きさせていただきました。後悔なんかなんてあるわけないの曲中練り歩きしました。久しぶりだったし、あの撮影タイム、撮影可能な練り歩きって初めてだったよ。多分初めてで、なんか楽しかった。サプライズ、サプライズ。あの、私2階席から行ったんですけど、みんなさ2階席の方多分来るって思ってなかったっぽくてもうなかったっぽいけど、こう後ろからね、そろそろみんなでわーって言って行ったらすごいびっくりされてて面白かった。おー、え、そう、背後からしれっと突撃した。そう、みんな油断してた。ヤッホーって言って行きました。楽しかった。ね、本当は3階席から行きたかったんですけど、時間の関係上行けなかったっぽくて悲しい。また練り歩きの機会は、次はいつなのかな、どうなんでしょうね。まだ何もわかんないけど、近いうちにまたしたいですね。ツアーもあるかな、やりたいね。ね、ひなさんの卒コンとかもあるかな。ぜひ練り歩きの際はペンライトとかでアピールしてくださるとありがたいです。そうね、そう、恋は仮病中もみっちさんとできて
嬉しかった。びっくりして固まっちゃう。確かに急に急だったもんね。そう、2期生のチャートリメンバーで恋は仮病中。させていただきました。衣装もね、あの新しくなったチャートリの衣装だったので、ふね、キャプテン、新キャプテンアズミンになりましたね。すごい。メンバーは前日のリハ、昨日のリハの時に教えてもらったんですけど、すごいね、そのしっかり話してて頼もしいってなりました。そう、みんなでね、なんだろう、いろいろあずみんが意見とかも言いやすい環境にしていきたいですね。ちょっと先輩とかには言いづらいとかなっちゃったらダメだと思うので、セイカリンかと思ったってどうするんどうするん。新キャプテンは原田さやかさんですって言ったメンバーも応援してくださってる方も、明日の午前中ならありえる、確かにね明日の午前中に限り、ね、3月ももう今日で終わりだね。今日で STU 結成7周年目噛んじゃった、7周年目ということで、そうかそうか、おめでとうございます。7周年、明日何の嘘つくか決めたって、決めてないんよね、それが。
決めてないんですよね。何も思いつかんかったら使うかもね。去年はね、なんか確かエイプリルフール当日がさ、お話し会だったよね。違ったっけ。それでなんか髪切りましたピースみたいなそういう嘘ついた短いウィッグかぶってね、懐かしい。ショートのねウィッグかぶって髪切りましたっていう嘘したんですけど、あ、そう、聞いてほしい。明日さ、朝からレッスンなんだけど、だから今日寝たいんだけど、夜にチリンとか寝るのだを買い忘れた買い忘れた。そう、本来だったら今頃チルってる今頃チルってるやん、配信しながら。寝れるかな。今から買いに行くのもなーって感じのさ、時間だし。そう、だから今回の配信は、今日の配信はね、プロモーションを含みませんいつも含んでないけどいつも含んでないけど、今日の配信は皆さんに私のチルってる姿を見せることができない。やらかした、すっかり忘れていた。でもちょっと頑張って寝ようとしてみる。最悪寝れなかったら、まあ明日の私が頑張ってくださいっていうことで。私結構明日の自分に任せがちかも。夜とかも普通にね、寝なきゃいけないって思いながら、あ、まだ眠くないなって思ってスマホ触ったりアニメ見たりしてるときは、明日の自分頑張れって思いながら夜更かししてること多い。だから新年度、あ、もうこれをチリンだと思い込む。水、ただの水なんですけど、思い込もう、洗脳しよう これはチリンです、いただきます。なんか眠くなってきたかもしれん。ちょっと待って、これはさすがにおかしいので、ちょっとやめとこう。これはさすがにおかしい、おかしい。何でもよくなるから、ちょっとやめとこう。話題を変えよう。今日は前髪の調子がなんか良くなかった。
前髪もうすごいスプレーで固めてるからあれなんだけど、前髪の調子があまり良くなくて悲しい。自己催眠で、え、でもこれさ分かったらさ、もし仮に私さ自己催眠でも全然眠くなる効果があるんだったらいいじゃん、もう水でいいじゃんってなるよね。水でいいじゃん、安上がりじゃん。東京みちさんとねツーショットが撮れなくて、時間の関係上撮れなくて悲しい。ので集合写真をポストしました。うーん、またねお会いできると信じて、そう、もう大行列だった、みちさんとのツーショット列大行列で、私早い帰りの便の人だったので、もう取れなかった。そう、そうネイルをさ爪を塗ってたんだけどさ、先日かな昨日かな、違うっけ、いつだっけ、2日前だっけの配信で爪をさ塗ってた色とさ今か違ってるんだけど、見える、すごいねキラキラになってるの私の爪今。一昨日か、なんか一昨日は普通にこのピンクの塗ってたんだけど、その配信終わった後にちょっとこのキラキラを足そうって思ってキラキラを上から塗ったら、もうピンクというよりなんかもうシルバーみたいになっちゃって、キラキラしてました今日爪が。でも私が言いたいのはそれではなくてそれではなくて、今日のコンサートの合間、どこの合間だったかな、どっか着替えの時とかに、なんかねここの爪がさ右手の人差し指の爪のがもうほらもう剥がれちゃって、これもうほら見て、もうベリってそう剥がれてさ、みたいな、わかる？あ、全然痛い話じゃないよ爪っていうか本当の爪、自分の爪は無事だからと、多分あ確かにこうやって見たらさちょっとあれ、いや大丈夫、痛くないやつでこうやって見たらね本当に爪剥がれとうみたいで痛そう、ちょっとじゃあ押さえとこう、え、そうだからえって思ってもう無理やりもう押し付けたりして、今日亀子さんもいてくださったので、このさ爪が片爪なんかキラキラしてなかったらおかしいって思って
頑張ってもう押し付けてさ、なんとかもうこの爪にが剥がれないように頑張ってつけてたら意外といけた。まだいけてる。意外といけて、しのぎました。もういいや。爪よく頑張ってくれました。練り歩きの時、アロマのパフュームつけとけばよかったって、そう出る前に後悔した。ちゃんとね今日も持ってってたんですけど、その練歩きの前にはつけてなかった。ね、アロマ届いたっていうさ言ってくださってる方いて、昨日届いた、あ、つけてきてくれてた、あ、昨日届いたんだ、あ、まだ届いてない、広島まだ、うん、じゃあ今日か昨日か今日か、あ、今朝届いた、おー、ありがとう。どうですか、私の選んで作った香りが。嬉しい、皆様のもとへ届いて落ち着く香り。ぜひその香りで癒されてほしい。私もめっちゃさ使ってる、癒されたい時に。マスクとかつけて出る時とかはマスクにシュッてかけたりしてる。そう、アロマだからそんな強くない香りが、なので場所を問わずに使っていただけると思います。まだ挟んでる。あ、でもこれ見て、今日リアちゃんが、新井リアちゃんがスパイファミリー好きですかって好きですって言って話しました。うん、嬉しい。今日いっぱい話しかけてくれた。かわいいよね、本当にかわいい。何気にお気に入りじゃないって。いや、私一回挟んだらさ、なかなか取らんのよ。
多分撮るってなったら、新幹線移動とかの時私切符をなくさないようにスマホケースに挟んでるので、いつもそういう時に撮るかもそう、なかなか一回挟んだものはきっかけがないと。リアちゃんね、さっきなんて言ってくれたっけな、ずっと仲良くなりたいと、もっと仲良くなりたいですって言ってくれて、なかなかさそう言われることってないじゃん、仲良くなりたいですって。だから嬉しかったありがとう。この前ね、お仕事が一緒で、そこでもちょっとお話できたんですけど、今日いっぱい話せて、話してくれて嬉しかった私なかなか自分からいけないからさ、自分からいけないから嬉しい。もやし生活さん、クマありがとう。ありがクマです。そう、自分からいける人になりたいですね。ゆいなちゃん、奥田ゆいなちゃんもリハの時とか今日とかも来てくれて嬉しかった。いっぱい喋ってる。嬉しい。話しかけやすいんだろうねって、私話しかけやすいかな話しかけやすいかなって思って、どうなんだろう、なんか自分の思う自分はなんかどうなんだろう、本当？私自分の思う自分はあんま話しかけ、そんなんか話しかけやすいかなって思って。
なんかリハの時とかもなんか隅っこに隅っこでもないな、なんか体操座りしてそのね自分の曲出る曲待ってる時とか体操座りしてこうぼーっとしてる時とかにゆいなちゃん話しかけ隣に座ってきてくれてえ ありがとうってなりました。昔よりは話しやすそうってまあそうね、それはそうねそれはそうね、昔よりはね。あ、もうこんな時間？そう、リアルな意見言うとそうね。3月が終わってしまう。58分壇上読みます。壇上を読ませていただこうと思います。ドダダン。13位翔一さん、12位ヒューガヒャンさん、11位一光さん、10位コメッチさん、あ、待って変わった。13位ヒューガヒャンさん、12位一光さん、11位コメッチさん、10位花火師さん、9位トラさん、8位みーくん、7位ヤマイさん、6位もやし生活さん、5位ケンちゃん、4位イコルさん、3位ヨーちゃんさん、2位ビルマさん、そして1位カズサさんです。ありがとうございます。そして明日4月1日、大吉の方はセイ君です。おめでとうございます。それではでは、今日も一日お疲れでした。4月1日月曜日ってなんかすごいね4月1日、新年度も頑張っていきましょう。それじゃあね。ね、始まりって感じするね。ゆっくりと休んでください。おやすみなさーい。バーイ。